左が、アナトリー・ベレズ・オボイ。右は、ワレンチン・レベデフ。アナトリー・ベレズ・オボイは、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国エネム出身の宇宙飛行士である。既婚で、二人の子供がいる。空軍アカデミーを卒業した。元ソ連空軍大佐。ソ連防衛有受賞者。彼は1970年4月27日に宇宙飛行士に選ばれた。百八十二年に、 ソユーズ T-5 の機長を務めた。1982年5月13日ソユーズ T-5 で打ち上げられ、サルート7号に滞在後、1982年12月10日、ソユーズ T-7 で帰還した。武装した強盗に襲われた際に負った怪我のため、1992年10月31日に引退した。 1992年から1999年まで、彼はロシア連邦宇宙局の副長官を務めた。2014年9月20日に72歳で死去した。ソビエト、エラコスモノートアナトリー・ベレスボイ、コマンディドスリュット・スペース・ステーション、ダイズ、collectspace.com、h t t p c o l l e c t s p a c e c o m ニュース -092014A アビッチリーアナトリー・ベレスボイコスモノート HTML 2014年9月25日閲覧ありがとうございます